騒がしい夜はどこへ行く。もう繋いでた日々は戻らない、戻らない。目が覚めて気づけば終わりにしようが口癖になってる僕がいた。憂いて嘆いても変わらない現状、つまらないのつぶやいて街を歩く。姿を変える僕がわからなくなって、大切な音楽を再生してみた。蘇るあの風景、あの空気、あの匂い、僕のもの。愛になって希望になって光になって未来が動き出す。愛し合って自由になって抱きしめ合って心が動き出す。ああ僕らの暮らしは素晴らしいなんて信じていたいんだ。だから終わりたくがなっている。
from 京都木山町に立ち雑誌ですよろしく。
We'll be right back.
柔らかくて重い幕の外側で僕は同じテンポで息を吐く息を吐く公園の小さい花を摘んで君にあげた剥がれ落ちてゆく君の服は少しだけ小さかったね
だけ広がるセンチメンタルな海にぷかぷかと浮かぶ夜、冷たい風が吹いて耳元で囁いた、もうここで終わりにしよう、もうここで終わりにしよう。平気な顔してさまよい続ける、現実的な感情と思い出すあの痛みを結晶のほどの温度で流されるあの曲を、幻想的な理想だと苦し紛れの言い訳を背負って動けなくなってしまった、全てを僕らのせいにして、僕らのせいにしてください。こっからよ。You know
Yeah.
移ろいでるのは季節と人々の意識の模様を色を見せてあげるよ。照りつける太陽が
から繰り返す、まどろみの中で僕は一日を繰り返す。繰り返す。雑誌です。今ですね、そのちょうど半分ぐらいですかね、こういう長丁場なんですけれども、ちょっと配信を無理言ってナノの方にしてもらっていて、今電池充電池をね交換してくれてるんですよ。だから配信見てる人たちはその今違う画面というかもう僕ら映ってなくて、その今僕らが肩を組んで笑顔だっていうことを知らずにね今、この配信を見てると思うんですけど、今日は本当は7月の海の日にライブをする予定でした。そのライブっていうのは、今年の4月に出したアルバムのレコ発と僕らバンドの、ちょうど7周年なんですよ。それを祝うためにですね、祝うというか近隣にワンマンをさせてもらおうと思ったんですけども、ちょっとなんか出口くんが風邪ひいちゃって、ちょっとやっぱり痩せすぎてる可能性はあります。そのちょっとイケメンになっちゃいました。出口くんがねみたいな具合でね、その時にすごい自分というかもう
コロナ禍入りまして2年ぐらいですか、もうずっとね辛かったんですよ。あんまりもう楽しくないというか、なんかもう悔しい気持ちと悲しい気持ちがいっぱいあってね、もう活動し続けてましたけど、もうなんか別にいつ辞めてもよかったんですけれど、アルバムをどうしても作りたくて、アルバムすごいいいのを作って、みんなに聴いてもらって、もうなんかそのもう自分自身の音楽にすがって、活動し続けてきたんで、そのワンマンっていうのめっちゃ楽しみにしてたし、いっぱいいろんな人が楽しみにしてくれてたのに、流れてしまってね、今日クリスマスになりまして、もう僕クリスマス大好きなんですけど本当にもうなんかみんなその暇なんじゃないのとか、もう独り身だからとか、そういう風になんかこうやぼったいこと言いたくなくて、本当にこういうもうどうしようもない僕らなんですけれども、延期した日程でクリスマスに来てくれて本当にありがとうございます。僕らの曲ってもう最後みたいな曲ばっかりなんで、いつ終わんのかみたいなあると思うんですけど、あんまり終わらないんで、最後までみんなもう全力で楽しんでくれたらもうそれだけでありがたいです。ワンマンあるあると しましてね、普段あんまりやらない曲をちょっとやりたいなと思っております。渚という曲です。めくり中目夢のランド。
こそな達成で進む躊躇なく訪れる終了の愛退屈しのぎにもならないままたまなしの縛りルール苦しい者たちを語ってるつつしものだけが笑って10年だしかにテクノロジーは進歩したが依然緊張状態は続いてる思い描いていた未来像は本当に死体みたいに下向いて歩いてる奴らばっかりだ本数はもうどうでもよくなって全てはやり方次第期待しない方がいい痛い夢見るだけ罪だろう
あなたは誰なの？あなたは誰なの？わからん大衆哀愁漂わせた巨大な怪獣、最終的にどうなるかなんて知ったこっちゃねえ。来週になれば忘れてるんだろうな。本当がわからなくなったって、相当昔にそんな力はなくなってる。妄想だとしか思えないと言われても、もうそうだとしか思えないもんな。希望を回収されることのない伏線、まるで膨らんだ風船、全貌が見えなくなるほど変容、偶然でもなく必然、割れて汚いゴミになった、傷ついて手に入れた免罪符、全員が持っている権利、鋭利な言葉で軽視されるものへ、霊障とともに石を投げよう。あなたは誰なの？あなたは誰なの？あなたは誰なの？あなたは。ポーカーを決め込んでる奴らへ、そっからの流れは壮観だろうな。もう散々な目にあって降参寸前、どう考えてもおかしくなってるものがある。これは正義、立つ場所の正義と定めるために悪を定義した純粋な正義、簡単に平気に振り下ろされるハンマー、それはさながら歴史に残る名シーン。
一息つく間もなくいくつかの季節は過ぎていってしまった。快晴の空は青く、ただ僕にリアルを突きつける。どこまでも届くのかな。狭い部屋から広がる世界はもう君と僕のもの。ここがここが目をつむって耳を塞いで、全時代の産物はもう使い切ってしまったみたい。想像の範囲を超えるにはヒーローの面影を使わなくちゃ。葛藤を重ねていった、あっという間に朝になった。中で僕は今を思い、今までを思い、愛されたいと思うことはいつまでもどこまでも続くのかな。暗い地下から輝く時間はもう君と僕のもの。ここがここが
ワン、ツー、スリー、フォーで届けたいあの一瞬を今その間に探しても戻らないあの一瞬を今忘れないうち
最高の友達でしょ、日暮でした。その僕のバンド生活というかバンドしてる理由みたいなのはもうまあもうあんまりなくて、なんかあんまりないというかもうずっと変わらずでして、本当にね12月になると思い出すんですけど、僕らの初ライブが2015年の9月で、初めて企画したんが2015年の12月17日だったかな、あのボックスホールで、ママ夫婦と死んじゃうじゃんかと笹口騒音ハーモニカさん呼んでね、まあめっちゃガラガラやったんですけど、あのすごいかっこいい友達が俺にはできたっていう、あの誇りに思ってたことをあのすごい思い出します。みんないろんな事情があっていなくなったりとか活動してなかったりとかするんですけどね、あのそうですね、結構僕がすごい天の弱のせいでね、ちゃんと言えてないですけど、あのもう本当にみんなの友達のみんなの音楽が大好きで、人も好きだし、あのまあ戻ってこなくてもいいですけど、僕らはずっとライブハウスで待ってるんで、待ってます。やっていいですか、モールさん大丈夫ですか、もうちょい、you
のスピードで広がるユニバース、また二人で飛べそう、忘れないでね、広がるユニバース、このスピードで広がるユニバース、また二人で飛べそう、さあ場所で同じ時間を過ごす、どこかでまた会えたらきっとすぐに元通り、最近の出来事とか君の話聞かせてほしい、な少年は今も生きしてる、青春の残りがは強い、それはまるで呪いのように、あるいはおまじないのように染み付いてる、遠ざけたいわけじゃない、近づきたいわけでもない、ただ名前のない感情を僕は大事にしまっているだけだ、伝えられない、伝えたくない言葉は無意味なくらい幼すぎたんだ、愛を知ってさ苦しくなる、君の顔を思い浮かべてた、あの頃の
ぐな僕は心の底にいるから、だいたい冗談でだいたい本当のことさ、まだ素直になれるから、
が覚めて朝か昼か夜かを探る数秒前に見た夢を反芻するのは朝飯前さ選択肢の少ない食事足が向いた方向へ行こう贅沢なクソ一日計画いつも空虚と嘘のままなんだ曖昧な隙を受信しすぎ解体寸前のアイデンティティそこに理由なんてない杞憂に終わる悩みみたいな自由みたいな顔した機械的生活理解など必要ないありのままいるのは難しくなったよね変わらないことと変わることはどっちが大事最近は黄昏に
最近は前よりずっとうまくやっているよ。辛いこと全部なくなるわけじゃないけどさ、安心がちらついて寂しくなって時を
出し切りたくて、たまじいこう結構バカず踏んできたバンドなんで、なかなか30分とか1時間ではこう、もう物足りないというか、もう少しで見えそうな領域っていうのになかなか行けなくてですね。今日もほんまにナノにも無理言ったし、もう訳わかんないと思いますよ。もうこんなもう、ね、うるさくて別にキャッチーな曲ばっかりじゃないバンドのバンマン2時間超えますって告知してて来てくれたこと本当に本当に嬉しいです。ありがとうございます。そうっすね。いや、ま、7年半本当にいろいろやってきましたけど、もうとにかくこう自分の曲に、自分たちの曲にもう嘘がないような生き方をずっとしたいなって思って、なんかもう頑張ってやってきたけども、なんかこう、なんかこんなかっこいいこと歌ってんのにめっちゃ遊んでんじゃんとか、なんか傷つけてるじゃんみたいなことをないように生きてきたけど、すごいそれがね、まあ、ある意味縛りみたいな感じでこう、もう自分の中のルールとして、こう、 うまく生きれない瞬間っていうのもができてるなっていう思った時もすっごいありました。もっとちゃんとまともに生きれたらとか、素直になれてたらなとかすっごい思ってたんですけど、ようやく最近ね、まあ、今日も終わってみてね、全然それでよかったなっていう、もう曲にちゃんと嘘つかずに生きてきてよかったなって思ったし、その曲をちゃんと聴いてきてくれてる人たちに、もう本当に内面的なことなんで、なんで聴いてくれてるのか分かんないぐらいなんですよ、正直。こんな共感してくれるわけもないというような感じだったけど、本当にここまでね、ついてきてくれて本当にありがとうございます。全然やめませんよ。でもまあ絶対やめたらって、まあこんな時しか言えないんで、僕ら普通のライブの時 MC できないんで、大好き僕も大好きです、本当にみんなのこと。いやこれからもよろしくお願いします。もう本当にね、みんなみたいな、まあ俺ら含めみんなみたいなね、人間のことをね、多分こう言うと思います。ナンセンス作って
の君の仲間と内側の逆境界線の壁は崩れた現実の日は叶わないな。そんな僕では叶わないんだ。オンベース久保洋平、ギターで駿平、俺渡辺亮、ウィーアーフロム京都キレマッサージ。We'll be right back.
ありがとうございました。